ミミングとは、民衆の日常生活における諸要求に基づいて、作られ、長い間使用されてきた道具や、器物の総称。渋沢経蔵によって提唱された、学術用語である。ドイツの古いセッタコキリコササラシャ島に建てられたミテグラ、クルビット風に塗られた、ダーラヘスと、ミングの用語は、様々な立場からの定義がなされているが、大体は、冒頭のように、 人々が生活の必要から制作し、使用してきた古風な器具や造形物の総称とみなすことができる。いわば日用品とほぼ同義の言葉であるが、一般的には機械によって大量生産された製品を除外する。日本城民文化研究所の前身であったアチックミュージアムでは民具を極めて広い対象を表す概念としている。その分類案は、 以下の通りである。衣食住に関する、物家具、室内器具や、寝具なども含む、透過用具、透過器、発火具、ある種の燃料を含む、調理用具、飲食器具、衣服、履物送信具出産、育児具衛生、保健用具。これには、民間療法に必要な用具及び材料を含む、制御に関する。 物農具さん、木こり用具、狩猟用具、魚老用具、防食、染色に関する、物畜産用具、暴露関係のものを含む、公益用具通信、運搬に関する、物運搬具攻略法、地区団体生活に関わるもの、若者宿の道具や地割り道具を含む。儀礼に関するもの誕生より、青年式までのもの婚姻関係のもの役余けに、関する。 物年祝いに関する、物葬式や年季に関する物信仰、行事に関する、物偶像閉塞類細具及び、供物楽器仮面塾占い武器玩具娯楽、遊戯に関する、物玩具、演技物なお、これらのうち、信仰に、直接関わる用具や玩具を除外して、民具と呼ぶ場合もある。江戸時代の恋のぼり民具は、実物資料であり、それぞれの民具の名称や材質、 形態や大きさ、制作法、使用法などを調べ、データ化していくこと、また、それをもとに、地域的異や分布の濃密を分析したり、変年を検討したりすることは、民具研究における基本的な作業となる。しかし、民具研究は、もの自体の分析に終始するのではない。そのものを通じて浮かび上がってくる伝承的側面を、捉えることこそが骨子となる。 すなわち、民具研究においては、それを制作し、使用した人々の生活のあり方や、その変遷、生活感情や、信仰的側面、人と物との付き合い方などを捉えていくことが、重要なのである。例えば、薄、綺麗、実、マス、尺子、いろりの鍵、放棄、あるいは枕、櫛など、古来用いられてきた民具には、各種の信仰や、 呪術的要素が結びついているのであり、そうした点を追求していくことは、民族学の大きな眼目の一つとなっている。ゆりかご古来、人々は、魚老、狩猟、山木こり、農耕などの生業に従事して、生計を立ててきたが、苦しいことも多かったであろうその生活の中で、生きるための知恵を具体的に示しているのが民具である。民具には、生きるのがやっと、 という最低生活の中で工夫され、機能性を追求してきたものが多く、それが、長い年月をかけて繰り返され、伝承されてきたものである。そこには、堅牢な合理性が集約されている。もちろん、中には現代人から見て、芸術的なものがないとは言えない。しかし、それは民具にとって必ずしも必要なのではなく、あくまでも使い勝手が主であり、 芸術性や装飾性は副次的なものである。民具の中にたまたま素朴な美しさが見出されたとしても、それは実用の美というべきものであり、確固とした実用性の上に芸術性が付け加えられたものである。例えば、布を補修し補強するための差し子の模様は、そのまま装飾ともなり得るものである。また、ミノや背中当てなどに見られる。 細かい縄の編み目は背中の保護と共に通気性や保温性を高めるためのものであるが一方では多分に飾りとしての意味も持っている。しかしそうした装飾性も追い求めた結果というよりは着せずして滲み出たものである。ン具の価値は希少性や美しさ、面白さにあるのではなくあくまでも実用性にある。 系統だった研究と収集が求められるゆえんである。千葉県桜市の国立歴史民族博物館と大阪府水田市の国立民族学博物館には膨大な民具が収蔵、展示され、また研究対象ともなっている。民具を収蔵、展示する施設は全国的に数多くある。地方公共団体による民族資料館。 歴史民族資料館といった施設が圧倒的に多いが、市営の展示館も少なくない。また、民家や金星城郭武家屋敷などの中に展示コーナーを設けている場合も多い。神話英中辞典第4版には民具の項目がなく、プログレッシブは英中辞典では民具の英訳として、アーティクルズフォーエブリディユーズとあることから、英語には、 民具を示す適当な単語はないものと考えられる。屋根裏の博物館という意味。民俗学辞典作為のない造形に実用の美を見出そうとしたのが、リ宗義の民芸運動であった。ありがとうございます。